三菱重工爆破事件は1974年8月30日に日本の東京都千代田区丸の内で発生した東アジア反日武装戦線狼による無差別爆弾テロ事件で連続企業爆破事件の一つである東アジア反日武装戦線の故障はダイヤモンド作戦二次作戦で使用する予定であった爆弾を流用した東アジア反日武装戦線は 第二次世界大戦以前の日本を完全な悪と捉えており、太平洋戦争を侵略戦争として憎んでいた。そのような思想をもとに、戦前、戦中に日本の重工業を支え、戦後も日本を代表する重工メーカーであり、防衛産業を手掛け、またアジアヨーロッパ、北、アメリカなど世界進出を行っていた三菱重工業は、 犯行時点においても帝国主義であると断定。グループの政治思想に基づき、経済的にアジアを侵略しているとして、無差別爆破テロのターゲットとするに至った。東アジア反日武装戦線は、1974年8月14日、決行予定だった昭和天皇暗殺作戦、二次作戦に失敗していた。しかし、 翌8月15日に在日韓国人で朝鮮総連系団体活動家の文政功が牧世紀大統領暗殺を企てた文政功事件を起こした。彼らは二次作戦を断念したことを不甲斐なく感じ、文政功の闘争に行応するためとして新たな爆弾テロを進めた。当初、東アジア反日武装戦線は結構日を関東大震災で 朝鮮人虐殺があった日である9月1日としていたが、同年の9月1日は、従業員が出勤しない日曜日であり、その前日の土曜日も、丸の内の企業の多くが週休2日で休業している、ことから、8月30日の金曜日に繰り上げたのだという。なお、同グループが引き起こした風雪の群像、北方文化研究施設爆破事件では、漢文年間に、 マサキハンに対する戦いを起こしたアイヌ民族の主張釈迦社員が殺害された10月23日が選ばれていた。1974年8月30日、狼の実行犯4人は午後0時25分ごろ、三菱重工業東京本社ビル1階で入り口のフラーポット脇に次元爆弾を仕掛けた。これは三菱重工業東京本社ビルと道を隔てて、 反対側にある三菱電気ビルの両方を破壊する意図からであった。午後0時42分頃、三菱重工ビルの電話交換手に、三菱重工前の道路に2個の次元式爆弾を仕掛けた付近の者は直ちに避難するように、これは冗談ではない胸の回電話がかかってきた。直後の午後0時45分に次元爆弾が炸裂した。 この爆発の衝撃で1階部分が破壊され、玄関ロビーは大破、建物内にいた社員が殺傷されたほか、表通りにも破片が降り注ぎ多数の通行人が巻き込まれ死傷した。三菱重工業東京本社ビルの窓は9階まで全て割れ、道を隔てて反対側にある三菱電機ビルや丸ビルなど、周囲のビルも窓ガラスが割れた。また、 表の道路に停車していた車両も破壊され、街路樹の葉も吹き飛ばされた。この爆風と飛び散ったガラス返答により、三菱重工とは無関係な通行人を含む死者8人、負傷376人を数える戦後日本最悪の爆弾テロ事件となった。この被害は、オウム真理教による松本サリン事件と地下鉄、サリン事件までは最大規模であった。 この時の爆発音は新宿でも聞こえたという。このように甚大な被害が出たのは、口術のように爆発物の質量が大きかったこともあるが、通常放射状に拡散する爆風がビルの谷間に阻まれ、ビルの表面を吹き上げ爆風の衝撃波で窓ガラスを破壊し、粉々になった窓ガラスが道路に降り注ぎ、割れたガラスが凶器になったほか、ビル内に入った。 衝撃波も階段などを伝わり窓から紛失し、ビル内部をも破壊したためである。また爆心には直径3 0トル深さ1 0トルの穴が開いていた。この爆発の威力は陸上自衛隊の調査によれば敵軍侵攻を食い止めるために用いる道路破壊用20ポンド爆弾よりも強力だとしていた。 東アジア反日武装戦線の予想を超えた被害が出たのは列車爆破用の爆弾を転用したためと爆破予告が単なるいたずらと捉えられたためである。犯行グループは主営室へ8分前に爆破予告電話をかけたが最初はいたずら電話として切られ再度かけ直した時もすぐ切られた。もう一度かけ電話交換手が爆破予告を最後まで聞いたのが4分前であったが 避難処置は取られなかった。電話交換手は本を読むような一本調子の無表情な口調で具体的なことを言わなかったので爆破予告を冗談とは思ったが念のため諸務課長に電話で報告した上で8階の諸務課長室へ向かうためにエレベーターに乗った時点で爆発したという。このように大企業の社内の連絡体制に対する 認識不足が原因であったが、犯行グループがその後引き起こした、企業爆破では爆発の威力を抑えて、爆破時間帯を深夜などとし、十分な予告時間をとって、予告電話するようにしたという。また予想を超えた、多数の一般社員の死傷者の位置づけをめぐり、内部で議論となった。彼らが最初に作成した、犯行声明文は破棄され、最終的な犯行声明は、自己弁護と、 イデオロギー色の強いものとなり、9月23日付となった。1974年8月30日、三菱枠イコール、ダイヤモンド作戦を決行したのは、東アジア反日武装戦線、狼である。三菱は、旧植民地主義時代から現在に至るまで、一貫して、日程中枢として機能し、商売の仮面の陰で死肉を喰らう日程の大黒柱である。 今回のダイヤモンド作戦は、三菱をボスとする日程の侵略企業、植民者に対する攻撃である。狼の爆弾により、爆死し、あるいは負傷した人間は、同じ労働者でも、無関係の一般市民でもない。彼らは、日程中枢に帰省し、植民地主義に参画し、植民地人民の地で声太る植民者である。狼は、日程中枢地区を寒暖なき戦場と化す。 戦死を恐れぬ日程の規制中以外は速やかに、同地区より撤退せよ。狼は、日程本国内、及び、世界の、反日程闘争に立ち上がっている人民に依拠し、日程の政治、経済の中枢部を徐々に侵食し、破壊する。また、信頼党は共栄圏に向かって、再び作動する、帝国主義者イコール植民地主,主義者を処刑する。最後に、 三菱をボスとする日程の侵略企業植民者に警告する。海外での活動をすべて停止せよ。海外資産を整理し、発展途上国における資産はすべて放棄せよ。この警告に従うことが、これ以上に戦死者を増やさぬ、唯一の道である。9月23日東アジア反日武装戦線、狼情報部視察対象とされた一名に対する、捜査をきっかけに、 1975年5月19日にメンバーが一斉に逮捕された。この時の逮捕容疑は韓国産業経済研究所爆破事件であった。東京地方検察庁は1975年6月28日に起訴した。佐々木則夫、と大道寺彩子は日本赤軍によるクアラルンプール事件と脱カ日光機ハイジャック事件によって長方期的措置で釈放。 逃亡するも、リーダー格の男二人の裁判は続行となった。裁判で、被告人らは、爆弾の破壊力が予想できなかった。また予告電話をかけており、殺意はなかったと殺人罪の無罪を主張した。これに対し、検察庁は、捜査段階で、死傷者が出てもやむを得ないと供述していたことや、客観的に見ても、白昼人通りの多い場所に置いた上に、 予告電話をしても爆弾の種類や場所を明示しておらず、短時間で建物内や通りにいる人々を避難ないし爆弾の無力化は不可能だとして未室の行為があるのは明らかであるとし、殺人罪は成立するとした。裁判所は天皇殺害目的の爆弾を転用したことは当然、三菱重工爆破事件でも殺意が適用される。 爆破数分前の電話は予告とは言えない。爆破予告が有効にならなかった場合には、次元爆弾を止める手段を講じておらず、爆破させる意思に変わりはないなどとして、1987年3月24日に最高裁においてリーダー格の男二人の死刑判決が確定した。戦後の震災翼事件における死刑判決確定は初めてで、公安事件における死刑判決確定は、 三鷹事件以来であった。大道寺は2017年5月24日午前東京拘置所で病死したが、現在、増永は確定死刑囚として東京拘置所に収監されている。国外逃亡をしていた駅田幸子の連続企業爆破事件の裁判が再開された時は死刑が確定していた大同寺とマスを承認とするために拘置所で出張尋問を受けた。 なお、判決確定後20年経過しても、大同時と真っすぐの死刑が執行されなかったのは、事実誤認を主張し、再審請求という司法手段を講じていることもあるが、法務省関係者によれば、佐々木ら共犯が国外逃亡しているのも理由の一つだという。この事件がきっかけとなって、犯罪被害者に対する保障制度の確立を求める声が高まり、 1980年に犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律が成立した。佐々木則夫と大同寺綾子の裁判は後半停止となり、現在も国際指名手配となっている。ありがとうございます。